いいな。この件は必ず俺ら7番隊で片付けるぞ。そうすりゃあれだけの賞金だ。金谷ああは何だってんだ。斎藤だったな。あんたは6番隊隊長の井上だ。実は人斬り伊蔵が出た。人斬り伊蔵？まさか岡田伊蔵か。そうだ、土佐勤王党の大物岡田伊蔵。奴はこれまで幕府方の人間を何人も斬っていた。そうだったのか。その伊蔵が今日どうした？いや、何でもない。何でもないって顔には見えんがな。一応伊蔵は生け捕りにするよう奉行所から達しが出ている。だが今現場に向かっているのは谷と鈴木の隊。あいつらのことだ。まずその場で殺すだろうな。伊蔵は落外の賭場にいる。お前も来い。相手は伊蔵だ。準備を怠るな。伊蔵、やるしかねえのか。Yeah.
酒がうまいで。こんばんは。精が出ますね。いらっしゃいませ。ほな、また今度見に来てください。明日も働いて。よう見てってくださいね。また今度。おっと、おぶの。こんばんは。また次ん時寄っててな。申し訳ありませんでした。調子に乗って。
たのか。てめえも賞金狙いってわけだ。私が呼んだ。この戦力では心もとないか。ああ、無用の6番。お前らの足を引っ張る気はない。ジジイは引っ込んでろよ。どんな、うるせえな鈴木。お前の出る幕もねえんだよ。伊豆を取んのは俺だけだ。タニ、てめえ。ああ、なんだあれ。おい、あれ新選組じゃ。はい。おい、まだ来るぞ。新選組や、どけ。くそ、なめんじゃねえ。谷のやつ、追っ始めやったな。我々も行くぞ。ああ。見つけたぜ。観念したのか。何をやっちまうとはの。噂通り大した腕や。せやけどこいつの前じゃ剣の腕なんて関係ないやろ。余裕かましとるんやないぞ。谷三十郎に鈴木三木三郎、新選組の隊長も所詮はこの程度。ふん、最強の戦闘集団などと聞いて呆れる。今日は大収穫だ。新選組の隊長を四人も始末できるんだからな。うん、こいつは俺がやる。バカを言うな。同時に攻めるぞ。奴はこういう状況に相当慣れてる。それにあんたは年だ。伊蔵の動きにはさすがについていけないだろう。あいつ相手にあんたをかばいながら戦う余裕はない。俺にやらせてくれ。頼む。いいだろう。いいんですか、お一人で。手柄は独り占めしたいんでな。なるほど。では今のあなたは新選組の斎藤はじめであると。ああ、そういうことだ。これは願ってもない。新選組の隊長であれば私も切らざるを得ません。竹地先生にもご理解いただけるでしょう。今日は思い切りやれる。
来い。伊蔵、行くぞ。斎藤はじめ。覚悟はいいですね。だな。Yeah!
ご苦労だった、斎藤。岡田伊蔵、ご公儀要人を手にかけた所業の数々、この道取材は免れん。待て。どういうつもりだ。そりゃこっちのセリフだ。伊蔵は殺さずに捕らえるんじゃなかったのか。鈴木に谷、隊長が二人もやられている。この場で切らねば新選組の沽券に関わる。こいつにはもう抵抗する力はない。ここで切ればまた町で身風呂と陰口を叩かれる。町の人間に反感を買えばこの先新選組は動きが取りづらくなるぞ。ふん。お前にしては随分もっともらしいことを言うじゃないか。そんなにこの男を殺したくないか。ブーだ、ブーだ。なんだ。京都奉行所である。控え。奉行所。岡田伊蔵はここだ。この新選組三番隊隊長斎藤はじめが捕らえた。大貴殿がご苦労であった。引っ立てい。あんたがあらかじめ役人を呼んでたんだな。そうだ。つまりあんたは花から伊蔵を殺すつもりがなかった。ふん。当然だろう。岡田は殺さず捕らえよという指令だ。それじゃあなんで殺すふりなんてしたんだ。斎藤はじめという男がどんな考えの持ち主なのか知りたくてな。谷や鈴木のような輩をこれ以上増やしたくはない。俺を試したのか。悪く思わないでくれ。それより伊蔵とは随分親しげに話していたじゃないか。そんなことはない。もしもの話、新選組幹部が金の塔の殺し屋と通じていたとなればことだな。想像するのはあんたの勝手だ。まあいい。ところで伊蔵がこれからどこへ連れて行かれるのか知ってるか。何の話だ。今日の牢屋だろう。いや、土佐だ。土佐だと。土佐藩大殿山内陽動公から手回しがあったらしい。岡田伊蔵は生かしたまま土佐へ送られる。何のために伊蔵を土佐へ。さあな、詳しい話は分からん。だが山内陽道は土佐勤王党を潰すつもりなんだ。なんだと。なぜそんなことを。土佐勤王党は竹地半平太という男に牛耳られていてな。最近まで陽道公が江戸にいたのをいいことに藩を思い通りに動かしていたらしい。竹地の指示で殺しを続けていた伊蔵は陽動公にとって勤王党を弾圧する材料になる。つまりこの先土佐で伊蔵を待っているのは想像を絶する拷問だ。それじゃあ伊蔵がその拷問で竹地の名を吐けば
陽動校は堂々と金の音を潰せる。伊蔵は土佐金の音にとっても竹地半平太にとってもな。バカな。ちょっと待て。目障り。すいません。このあんた、なあ、金持ってるんや。売れるもんでもええ。なあ、あんた金持って。何なんだ。金持ってへんか。クソが。そこそこ止まれ。おいおい、逃げるな。どうかしら。
なあ、あんた金持つなんや、ケチ。いらっしゃい。おおきに。いらっしゃい。おおきに。ちょっと待てよ。無視するな、おい。ちょっとずらしてんなや。おい。何？ん？あ？
お前ちょっと。大豊作だ。豊作だ。よし。よし。よし。大豊作だ。
さあ来い。よしやるぞ。今だ。さて作るか。人悪くないだろう。すまん。はじめさん、
ちょっと、なんやの。Mmm.